愛子さまはね、宮中ご参会に初出席をして大絶賛されてましたけれども、うん、ここでこのね、フジテレビの記事の改ざんがまあ発覚ってことで、まあ、このフジテレビはね、この速報で急いで愛子さまの宮中ご参会の記事を書いてきましたけれども、<い>最初はこのね、ハワーユーと愛子さまがケニアの女性客に話しかけてね、まあ、通訳交えず英語でと報道があったわけですねあ、あそうでしたね。まさにこの記事に関しては、最初は、速報愛子さま、宮中ランチデビュー、ハワーユー。 英語でご勘談ということで、まあ、この「江戸切子の杯」もタイトルということでなってましたけども、うん、まあその後にね他のメディアがスワヒー語で挨拶と応じたことでね、まあ、こっそりとタイトルを変えてきたわけですねあこっそりねまあフジテレビはね速報愛子様ま宮中ランチデビュー英語でご勘談と、まあ、そういう形で変、ね、えてきて、まあ、この「How are you」と「江戸切子の杯」に関しては削除したわけですねおお<う>この最初は、ね「How are you」と「英語であとっていう部分に関しては変えてましたけどそこをね削除してから、まあ、この日本酒で「 乾杯用の江戸切子のグラスが用意され22歳の愛子さまも杯をねあげられる見通しとして応じてましたけれどもこれもね削除したわけですねはいはいこういうので間違えるのってやっぱりみんなが注目しててアクセス稼げるから、まあ、間違えてでもいいから少しでも早く独身、まあ、術みたいな感じ口の動きだけ見てこう掲載してるんですかねまあ間違えてもいいかってことはないと思うんですけども、まあ、そこの方がね、まあ、稼げるのは間違いないですねまあまあそうっすよねまあこれねここ乾杯がが、ね、なかかったかっていうと、まあこの天皇陛下がね まあこの挨拶とかをスワヒリ語で行って前菜にはね日本食は提供されましたと日本テレビが報じたわけですねうんまあ間違いに気づいて殺そうと,とね訂正したわけですねはいはいまあ実際にはこのねルト大統領とスワヒリ語大挨拶ってことであったわけですねうんまあそれでまあ大統領からはねまあうまいですねってことで声かけられたわけですねねえさらにねルト大統領からは英語でねぜひともケニアに来てくださいってことでね伝えられるとマイコワ様からねありがとうございますってことで応じられたわけですねうん まあこれはね、昼食会にこの先出しとありましたけども、まあ、だからこのね、昼食会が始まってからの女性との会話は、まあ、最初からね、英語だったのかもしれませんね。お<ー>ルト大統領に挨拶をされた時にスワヒリ語でね、ご犬用の、まあ、ハバリと挨拶をされたわけですね。はいはい。まさに、ね、ルト大統領に関しては天皇陛下に「陛下、サンキューベリマッチありがとうございます」とね大統領が日本語で話しかける場合もあったようですね。ほ<ー>だから愛、ま、子、あ、様からね、スワヒリ語で挨拶をしたのかもしれないしルト大統領から日本語で 話しかかけられたんかもしれたもませんねああなるほど両党大統領から、ね、日本語で「このこんにちは」とね挨拶された場合にはね愛子さまがスワヒー語で「ハバリと返されたんだとしたらねものすごいこのユーモアで相手の心を、まあ、ガチッとね掴んだでしょうねああ確かにまあそしても愛子さまからだとしてもねまさかこのスワヒー語で来るとは思ってないから驚いでしょうねうんでもこの大統領はねうまいですねというのあったんでもしかすると大統領から「こんにちは」とね声かけられてスワヒー語で「 ハバリと解散かもしれませんねあ自然な感じですねその方がそうですねあそれだったらその後にね大統領のうまいですねっていう言葉が繋がりますからねうん。ルト大統領が挨拶なしに 上手いですねなんてね言わないでしょうからねまあ確かにねルト大統領の「こんにちは」っていうのはうまかったんですかねああそうですよね愛子さまはねうまい発音でね言ったんかもしれないですけど海外の人ってなんか「こんにちは」って言わずになんか「こんにちは」みたいな感じでちょっとんか言いにくいのかね <laughs> そんなイメージありますけどうまあ、上手いこと言ったのかどうかそうですねうんまあだからこの愛子さまがねこのユーマー交えてスワヒー語で挨拶を返した可能性が高そうですねはいはい まあこれがね、愛子さんはすごすぎますけれどもこの完璧な9153回のデビューですね対応力がねまあちにこのフジテレビに関してはね「一応の不調」で出席を控えることになった紀子さまに代わって愛子さまが出席とね報じてましたけれども、うん、テレビ朝日もね同じくこの代わりに愛子さまが出席と報じたわけですねあー確かにだからまあ宮内庁の公式発表でも紀子さまに交代して愛子さまがっていうことになっているのかもしれませんね。<ー>ただ、ここここでね分かることははのやはりね アクシャン様とアギコ様が両方ともね、ルト大統領と挨拶しているけども、アイコ様にだけぜひね、ケニということであったんでしょうね。あ一人だけにまあ少なくともね、アクシャン様にこのケニに来てくださいという言葉に関しては見つからないしね、うん。挨拶をしたっていう記事もないですからね。確かに。だから、まあ、アクシャン様に対してはね、ケニアに来てっていう言葉はないのは確実ですね。もしかしたらこの挨拶すら拒絶したのかもしれませんね。<laughs> あそこまで。<laughs> アクシャン様に関してはずっとね、この席とかで誰ともね、まあ、話しない感じでしたけども、あ<ー>確かにこの通訳は言いませんでしたけども、 何もこの喋ってる感じがなかったですからね。まあなんかテレ東ビデかななんか映像を公開してましたけど、はいはい、一応なんかちょっと喋ってるところはねなんか映ってはいましたけど。あ,あそうなんですか。記事にもなってないんでね何を喋ったか全然わかんないですし。そうですね。<laughs> <laughs> おおなんで参加したのか。ち <laughs>、まあ、なみにこれ日本テレビだね。まあこの代わりにっていう言葉はなかったですけども <laughs> 結構頭が具合が悪くてね、まあ愛子は様の通話がついたんで出席ってことで放送出てね、まあ、実質的には代わりにってことでしょうね。はいはい。 日本テレビではこのケニアの投資貿易産業長官に英語で話しかけられたという感じが、ね、あって、まあ、修正してなかったので、うん、まあそれから正解なのかなって感じがしますけども<ー>でもこのフジテレビでは、ね、このケニアの投資貿易産業長官にハバリと、ね、話しかけてあとは英語で通訳を交えず直接会話だったわけですね、うん、まあこれはすでにこのフジの「ね、一、うん、ト!」で報道されてましたけどもでもこのテレビ朝日では、ね、ロト大統領とはスワヒー語で挨拶でケニアの宮野投資貿易産業大臣とは英語で会話だったわけですね。ははい、はい まさにこのねフジテレビの一頭ではケニアの大臣とスワヒー語で話しかけとありましたけれども、まあ、18時、ね、17分の記事ですね、うん、でも同じねフジテレビの速報記事では英語で話しかけってことがあるわけですねははい、はいさらにまあ16時32分のフジテレビの記事では宮野大臣と英語で通訳なしと報じてますねうんだからフジテレビの一、ね、頭では速報で報じたハワイ言うと英語大札が間違いと気づいて、ね、ケニアの大臣とスワヒー語で語圏を意味する、まあ、ハワリと話しかけたと 報じたわけですねはい、はい、でもこれはね、まあ、実はこの間違いで正解はルート大統領とハバリとはスワヒー語でね挨拶をされたところですね、うん、でも1都では既にね報じた後なんで、まあ、それをね記事で訂正したら熱つになるのでそれができなかったんでしょうねは,はまあつまりねフジテレビは1日でね2回も記事改ざんと間違った報道をしたわけですね、うん、でもね訂正しますという報道はしてないわけですね確かにまあ目にこの愛子さまに関してはね大臣と大統領と2人ね同時にこの話しかけてる場面もありましたけれども、うん、大臣からね 外国の訪問されたことありますかってことで聞かれて、愛子さまがね、イギリスオーランダなってことで答えると、うん、大統領からね、まあ、この三角国民はね、まあ、ケニアですねってことで、ぜ、ま、ひ、あ、ね、このケニアに来てくださいってことで誘われたわけですね。そうですね。だからこのね、ルト大統領もこの愛子さまとの会話もね、意味に入れながら、雅子さまと話をされたのかもしれませんね。ああ、なるほど。まあこの辺で愛子さまのすさが伝わってきますけども、うん、まあしかもこのね、天皇皇后陛下もおもてなしで、江戸切子のグラスもそうですけども、 大統領はね、お酒がだめなんで、りんごジュースだったみたいですね。へ<ー>まあさらにこの、ね、テーブルにこの赤いバラがね、用意されていて、これはこのバラの生産で有名なね、ケニアから入したものみたいですね。うん。まあいろんなね、アイデアが、ちりばめられてますけども、ちなみにこのテレビ朝日ではね、この最後に、ルート大統領と天皇陛下の言葉が紹介されていて、はい。聞こえてきたのがね、まあ、こんな言葉ですってことで書いてあってね、ルート大統領が、英語は上手ですねってことで、まあ、本当に感激しましたとあったわけですね。はいはい。 まあここでこの会話を、ねまあ、聞いていた記者が愛子さまの英語力についてしちゃうかなってことを書いてるわけですね、うん、大統領が褒めていたということで、ねまあ、これに対しては、ね、天皇陛下に対しての言葉ではないって感じで分かったんで愛子さまのことだろうということで、まあ、ニュアンスで感じたんでしょうねなるほどただもしかしたらね、ま、さかさまの英語力についての可能性もありますねケ、うんまあ、年の、ね、専門的な用語とかを英語を使って会話とかもしたかもしれませんからねああそうなんですかねまち、あ、に昨年11月にねキルギス大統領夫妻を招いてご参会が 行われてましたけどもこの時のね、アクシサンゴさんに関しては、まあ、話してる感じがなかったしね。全くね。ほとんどこのキワ様の隣の人も映ってなかったですからね。はいはい、まあ。キルギスはね、キルギス語でロシア語がね、こういうことで、まあ、キワ様の隣の人に関しては、後ろ姿しか分かんなかったですけども、うん、日本人っぽかったですからね。はいはい。あもしかしたらこのキワ様はね、日本人との会話で通訳を入れて話をしたんかもしれませんね。<laughs> そこまで日本語苦手。<laughs> ね、うでアンクシサン様の、ね、隣の人も。 まあ日本人っぽい感じのね人でしたけどね。うん。まあこんな感じのね、まずこのね、貴子さまが少し遅れて入ってきて座っているキルギス大統領に挨拶をしてね、ほぼこの無視されてましたからね。はいはい。貴子さまのね、右隣に人が入ってきた時も、まあ貴子さまね、振り向かずに無視してましたからねお<ー>。おぉ。上の人間にしかね、挨拶をしないまあ人なんか,かもしれませんね。必要な人にしかね。そうですね、まあこの相手にもね、見透かされてるかもしれませんねお<ー>。おぉ。まあそうにしてもこの貴子さまに関してはね、やっぱりまあこのね、ご参加とか出たくないかもしれませんね。全くね。 まあ日本語もね英語も話せなかったらこういった場とか、苦痛でしかないでしょうからね。<laughs> そりゃそうですよ。<laughs> まあ今回もこのアンキシャンさんはねずっとこのボーッとしてましたし、まあ前回のキコ様に関しても笑顔でね話されているようなね雰囲気の場面もありましたけども、も、うん、誰にもね分かんない。ウィスパーボイスの日本語で言ってたんかもしれませんね。誰にも分からないね。<laughs> まあそれはこの通訳の人が相手にね失礼がないように話をねしてくれたんかもしれませんね。もはや通訳の人にもあんまり聞こえてなくて、通訳の人がまあ必死にうまいことやってくれたって感じなんですかね。 まあ今回、この通訳からはね、まあ、このまあ勘弁してくれってことで、ノアが出て、まあ、戦力が強い国家でね、愛子さまが出席したんかもしれませんね。ああ、そういうこと前々このね、女性自身でもね、まあ去年大統領夫妻を招いての宮中公参加について、愛子さまが圧倒的なオーラーと、まあ、絶賛しましたね。うーん。まあ体調不良と欠席された紀子さまに代わった愛子さまが宮中公参加に参加されたわけですね。はいはい。まあ2日前にこの体調不良を予言して、予定通りね、欠席ってことで、まあ、それでも愛子さまのね、初めてのご参加が注目されたわけですけども、うん。まあこの座ったね、 閣僚に対して、まあ、このスワヒー語でこんにちはとね挨拶されたってうことましたけども、うん、まあこれに関してはね、フジテレビが報じただけで、他はね、ロト大統領にスワヒー語で挨拶ってこで、あってね、閣僚にはね、英語でと書かれてましたからね、そうですねまあしかもこの、ね、通訳を交えることなく、英語で話されて、閣僚からこれまで訪問された国を聞かれてね、うん、イギリスと、ね、オランダと答えると、ロト大統領から次はね、負けないとってことで招待されたわけですねとということでね。 まあこの映像では、ね、音声が公開されてませんでしたけれどもあの映画が、ね、物語ってましたからねあ楽しそうでしたねそして、ね、ルト大統領は愛子さまの英語力の高さについて感激したようですね、うんまあ、天皇陛下も、ね、2018年の誕生日の記者会見で愛子さまについて外国からのお客様がね東北御所にいらしたときにも愛子も少しずつ英語でのお話に加わる機会が増えておりお<ー>海外に対する関心も膨らましてますと話してありますねははい、はい ももすでにこののの海外のお客様との会話話ねね加わわって話されたわけです、ね、確かにだからまあこのカメラが入ったま合ではね初めてだけでも2018年からだからいろんなね、まあ、海外の人とも話をしてるんでしょうね経験積んできてるんですねそうですね結構ねまあ落ち着いて感じがして堂々としましたからねほんまにまあこの愛子様のねコミュニケーション能力の高さがね、まあ、これまでの経験のたまものでしょうってことで まあ、そういうい形でねこれからが楽しみですねそうですよねまあなんか天皇陛下がね喋ってるシーン結構長い時間テルトビズかなんかでね映像流れてましたけどはい、はい、まあさすがっていう感じねね。でねなんか全然その話途切れることなく楽しそうにお互いずーっと喋っててあこんなに喋れるもんなんだと思いましたけどまあそういうのも引き継いでるんですかね愛子さまはまあそうですよね<ー>うん。 バレないようになるべくね映像とか写真を報道しませんからね。<laughs> 確かに、まあ。昨年のね、キリギス大統領夫妻のご参加に関しても、キコ様の隣にいた人に関してはね、頭しか見えなくて日本人もかですからね。はいはい。まあ写真ではね、その男性もね、映、まあ、ってなくて、キコ様だけが掘り向いて、まあ、これ虫されていてね、まあ、話をね、しているふりだけの写真を撮らしたのかもしれませんね。おお<ー>。だからまあ実際にはね、空団でエア会話だったんかもしれませんね。<laughs> エアギターとかあるけど、エア会話ってのもあるんですね。<laughs> そうですね。 まあ、隣の男性がね、座ってもこの切り口大統領の方しか見てませんでしたからね。<う>あ、それでこのね、切り口大統領との会話に関しては、動画までもね。まあ、撮影が難しいってことで思って、右上のやると左と、まあ、話しているふりに切り替えたのかもしれませんね。はい,はい、はい。まあ、この愛子さんに関してはね、七月からこの日本赤十字社の。 食卓職,職員として新生活を迎えられてね、うん、いろんな公務での活躍が期待でできそうですねまあ先日ね、天皇皇后両陛下と愛子さまがね、能登半島地震についての気象庁の長官などから説明を受けてましたけど、そうですねなんかその時もね、ボランティアの活動について熱心に質問を愛子さましてたってことなんで、ありましたね,ね、まあ、今後もそういったねボランティアの活動にも力を入れていくかもしれないですね。そうですね、うん、ま逆にこの久しさまに関してはね、どんどんこの不正がばれて、本当の姿が表にね出ていかもわからないですね。<あー> <laughs> 北朝鮮じゃないんだからね、ずっとね、隠すことは、ね、できないと思いますけども、こ<う>今年はね、大学進学に向けて、どういった動きを見せていくのか、あと、来年の成年皇族に関しても、 まあどうなるかですねそうですね、まあこうやって論文とかもね、いろいろチェックされて、なんか不正じゃないかとか調べられたりするっていうのも何回も経験してるわけなんで、そうですねこういうね、不正はもうできないっていう、しっかり学んで、もう正々堂々といろいろやってほしいですけどね、そうですね。成年皇族の記者会見なんて、まさに愛子さまと比べられてしまうんで、まあこれをどうやって乗り切るか分かんないですけど、まあちょっとね、評価は落ちる一方だと思いますけどね、今後。まあそううですね、うん まあ今後ね、が点から選んでくるのかよかったらね、コメントもらえよろしいですね。ぜひコメントください。あとチャンネル登録の後は登録の方をお願いします。よろしくお願いします。